皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回はアウトコースの打ち方についてです。前回、インコースの打ち方をやったので、今回はアウトコースの打ち方について、説明していきたいと思います。皆さんアウトコースって、落ちてるとか流すっていう表現をよく聞くと思うんですが、アウトコースを長打にしていくという方法を、やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではアウトコースの打ち方について説明していきます。先ほども言いましたけども、皆さんの感覚としてはこう押っつけるとかこう流すっていうイメージがあると思うんですが、今回は今からやる T ですね、 T バッティングをやっていくんですが、ボールを呼び込む、いわゆるポイントを近づけて強く打つっていうことをやっていきたいと思います。その方法としては、体をですね、わざと開かした状態にして、T の投げ手の方からこっちにアウトコースにボールが来るように設定します。でその時に、ボールを引きつけてネットに向かって強く打つ、いわゆるポイントを近づけて打つということですね。新しく表現で言うとすれば、右方向、逆方向ですね、アウトコースの逆方向に引っ張るというイメージで強く打っていきます。それではやっていきます。このティーバッティングの、注意点ですね。注意点は、体をこうやって開かしている状況なんで、やっぱりボールを引きつけるっていうことが大事なので、必ずボールを引きつけるように上半身で引っ張ってくるイメージでやってきて、膝ですね、膝、今度は打ちに行く時の膝の方向ですね、膝がこっち側に流れていかない、体の方に流れていかないように、しっかりネット側ですね、打つ方向に向かっていくことが大事です。ボールが出てきて打つときに、体は下半身はこっちに行きながらバットがこっちになると、かなり体が開いて遅れているような状況なので、これでは強いだけはいきません。しっかり、溜めている右膝の方の膝をネット側、打球を飛ばす方向に向かって打つことが大事です。なので体が、足はこんな風に回転することはほとんどないと思っておいてください。打つ方向に向かって体を使っていくんですね。これが注意点ですね。悪い例は開くことですね。体が流れてしまうこと、これが悪い点です。ETをするためにはしっかりボールを引きつけてポイントを近づけて、ネットの方に体も全部向かっていくようなイメージで打っていってください。はい、では今から実際にバッティングマシンでバッティングしていくんですが、アウトコースに設定した上で打っていくんですけど、体がね、こう倒れないようにしてほしいですね。体が倒れるということはポイントが前にあるということなので、ボールを引きつけるということが前提です。ボールを引きつけた上で力強くスイングする。そうすれば勝手にボールが、ポイントが近いので、勝手に逆方向に強い打球を飛んでくれます。そういうイメージで、今から打っていきます。お前すげえ、お前のもんだぞ、お前、おい、おい、首やると、え、これ、野球の方、あれ、間違った。はい、いかがでしたか。今回はですね、アウトコースの打ち方についてだったんですが、僕もですね、キャンプの時ですね、1年目入って一発目のキャンプの時に、練習メニューとしてバッティングの時は逆方向にホームランを打ちなさい、ひたすらホームランを狙って打てっていうことを教わりました。なぜそれがいいのかというと、やっぱりミートポイントが広くなるということですね。強く、ボールを引きつけることによって強くバットを振れるので、
ぱり後ろも大きく使えるので強く打てるということがその練習法につながってます。なのでアウトコースを追っつけるとか流すっていうのはこれは技術なんで、これ試合で結果として出るのはいいんですが、基本的にはやっぱり強く振っていくってことが大事になってきます。今回のね練習法を皆さんも試してみて、アウトコースを怖がらずに強く振っていくことを頑張っていきましょう。次回もお楽しみに。それでは失礼します。